朝の満員電車でぎゅうぎゅうになりながら猫人の動画を見て周りの方々にも見てもらうようにするのが日課になりました。いいですね。気をつけてくださいね。私を卒業した人がそれを目撃したら、いつきさん、あなたは見下される危険があります。F1 テーマのシーン最高でしたね。 CL でインテルをぶち抜いたベイルを思い出しました。ベイルさんのね、インテル戦のハットトリックの試合かな、まあ、いかにも宮市さんっぽいね、ゴールできてすごく嬉しいです。猫ニャさんの動画を見まくってたら、自分でウィレールしている時にとっさに何をやっているって言ってる自分に気がつきました。ちょっと危ない兆候ですね、それはね。そのうちですね、ゲームじゃない時にも何をされてるとかっていう風に言ってしまいますよ、家族とかにも。そうなってくるとちょっと危ないです。サッカーで右足の親指を骨折しました。全治2ヶ月と診断されました。宮市さんキャリアでこんな大怪我しないで頑張ってください。あと F1 ファンとしては F1 のオープニング曲テンション上がりました。いや、あの曲マジでさ、なんかしないけどこう感情が高ぶるよね、あの曲。てーてれてー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 聞くとグワッとくるんだよね。今朝の試合で日本が予選でも戦うスペインのペドリが素晴らしいゴール決めてましたね。そこで僕は脇を締めると、前方に脇が少し出ます。予選通過できますか。てめえはその前に名前を変えろ、脇毛の前に。悔しい、ラウタロ悔しい。エンバペが年間最優秀選手、悔しい。ちょっとすっごいメガネが汚れてるんで変えます。カンファレンスリーグか。で、もうすぐ移籍期間と。ベローナ、ボローニャ、ナポリンゴスター。あ、そうだ。なんかライプツヒが交渉仕掛けてくるんじゃないかみたいな状況になっているんですけど、今のところはまだメールが来てないので、本格的なオファーというわけではないです、まだ。監督とかクラブ間で今話してるっていう感じかな。で、カンファレンスリーグはもうこれいけるんで、きっと上。ていうか CL 出たいんで、りょう。いいなぁ、CL。いいなぁ。羨ましいなぁ。まあ、インテル相手にああいう試合ができるってことは別に我々が CL 出てもいい。ただ8。まずくないかと。勝ち点差13、進むしかねえんでね、まあ、進みます。ライプチヒがどういう感じで来るのかまだわからないんですが、まあ、寮は寮のできることをするだけ。見逃さないよ宮市寮、これですよ。ユールゴールデンはまあ御朱印もらう人はいないかな、ごめんだけど。はあ、かっこいい。寮の25番もかっこいいよ。うわっ、うわ、寮のホワイトブレス始まるか、これ七って水でって、寮じゃん。よかった、ホワイトブレスの歌ってみた動画撮っておいて、寮バージョンの。すもうボール白いのやめて、マジで。これみんなには得点シーンしか見せません。え、負けるつもり？え？何が起きてるかわかんないのよ、マジで。もうす何が起きて、全く前に打ったなっていう感覚はあります。全然ボールがどうにあるかわからん。とりあえず打て、それが雪の日の戦い方だ。どう、そうそう、とりあえず打てばいい。とりあえず打ったら入るから。いいシュートじゃない、こう見ると。おー、左足でコントロールカーブ。誰、もう前半で交代しちゃう。雪の日の試合はいい、怒られてるし。ほん でベローナ戦なんですが、練習は後からやりまして、メールも来ていない。ライプチヒからオファーとなっている。どうなっている。でベローナは何位なの。17位。絶対負けちゃいけないじゃん、もうそれだけは。
絶対に体力マックスです。リョウはなぜならすごい早い時間に交代したから。なんかアーセナル、はぁ、ちょっと待って、いや試合できない、試合できない、ちょっと驚きすぎて。え、アーセナルからオファー来てんのかな。はぁ、ちょっと待って、ドキドキが胸胸、違う、間違えた。結果残そう、まず。エレイ、おー、ナイス、ルッキングパス、きた、This looks promising. 完璧、イエーイ。監督、え、アーセナルからオファー来てるんですか、監督。ちょ、アーサルの話変わるのよ。え、ベンゲルさん、え、どうなんすか。え、アルテタさん、どうなんすか。That was interesting to look at the table. Naibo. And what can we say about these runaways, for want of a better word? Well, they're in a great position at the moment, as you mentioned, Derek. And you have to say their football has been exceptional. Stefan.ないにだ、集中している。うわ、ペッレグリーニ神、これはファー、はい、ペッレグリーニさん神だね。そのパスは両のクロスも素晴らしかったけど、ダニオルさんのボレーもすごかったけど、とんでもないパス来たよ。100億満点じゃん、これ。空から降る100億満点の星、すごいよ。いい守備でも見せる男なんです、リョウは。いい逆、いい逆、いい逆。いやー、超えればね、惜しいね。やっぱペペさんともエイブラハムさんともだんだんね、こう連携が取れてきて、あ、今日なんかいいなと思ったらエイブラハム出てねえな、ビーブラハム、あ、間違えた、ビーブラハムが。あと今引っ越しで、まあ、最強の Wi-Fi をねレンタルしたんですけど、どうもね3日間でとんでもない量、まあ、結構そのなんていうの、通信制限はないんですよ。通信制限はないプランなんですけど、それでもとんでもない量使いすぎると、あのその次の日のゴールデンタイムだけ通信制限になりますよみたいなことがあるらしくて、ちょっと自由にね生配信できないんですよ。それがね悲しい。やっぱ毎日生配信したい俺。病気かもしれないけど、もう毎日 YouTube で生配信したいのよ。だからそれができない、引っ越し、それがやだマジで。よしよしよし、挟み込み挟み込み、そう、ちょっと浮かしてね。でこれ外越えるから、フットボールは基本外、日本ではそう教わります。それがあんま良くないって言ってました、レオザフットボールさんは。えい、これね狙っていいんだ、さっきの。これもね、いいんだよ、ここから。ちゃんとついていきます、ディフェンス。これ、あばいって、それはナイディスボーリング、神。いけないと。ちょっと、下がろっかな、この試合も。ワンゴール、ワンアシストしとけば OK でしょ、それ。ちょっと、ま、アーサーが気になりすぎて、ちょっと、それどころじゃないのよ。マジで。それどこってないの、本当に。2枚替え、こうの頭から寮のせいで2枚替えです。すいません、モコさん、ちょ待って、ほんとごめん、今はやめて、それどころじゃないのマジで、今はいい。一回練習して心整えよう、一回ね、一回。ダッシュ98になりました、なりました。クロスも91、シュート力も80、すごいいい能力になってきてます、リョウ。え、メール来てないじゃん。ライプチヒから変わってないじゃん、もう。
心躍るアンコール沸かすダンスダンスダンスさせないで、リョウの気持ちを。なんで？あ、ライプチヒからはオファー来ました。ライプチヒ、ローマからライプチヒってちょっとまあステップアップなのか、まあ、てかイーブンって感じよな。まあ、ブンデスに行きたいって気持ちは、あ、でも2位なんかい、ライプチヒ。まあ、ライプチ、でも CL 出たいけどな、CL 出たいけど、ちょっとライプチヒ、ごめん。ライプチヒごめん、マジで。ちょっとごめん、バイエルンだったら行った。よだれです。よだれでした。バイエルンだったら行った。ごめん。CL は魅力的だけど。ほらー、やっぱ来たじゃん。これは行くしかねえだろう。アーセナルは行くしかねえだろう。プレミアアーセナルを CL 圏内まで持っていって、来年の CL 軍だろう。これは断れねえよ、だって寮だもん。寮ベンケさん、これは断れねえっす。アルテタさん、これは断れねえっす。ローマのみんなマジでありがとう。エイブラームさんも、ニコラ・ペペさんも、ザニオロさんも、ペレグリーニさんも、そしてモウさんも、本当にありがとうございました。でもこれはやっぱ断れないっす。アーセナルだけは行きます。お世話になりました。行ってきます。アーセナルを救いに、リョウサイン書きます。宮市がですね、まあ、積極的なのか未だに明らかになっていませんと書いてありますが、積極的だろ、それはアーセナルなんだから。宮市はローマ FC を離れる方向へ一歩踏み出しましたと。しかも何、移籍金額1,100,000万、10万、100万、1,000万、1億2,740万ユーロ、160億円ぐらい。これラスト試合、ラスト試合です、このボローニャ戦が。ここで全ての恩を返します。今までお世話になった全ての気持ちを恩返しさせていただきます。ラスト試合行ってきます。噛み締めよう、ローマでの半年間を。すごく成長できた、寮は。寮が世界に通用するということをローマが証明してくれたんですよ。足向けて寝れません。全てをこの試合にぶつけます。いってきます。やめてね、なんでなぜだい、どうしてだ、寮の卒業式だ、言うとるやんかい。ないぼ、plenty of running room in the wide position. うま。Now that's wonderful attacking play. At it. Pulls it back. Not getting anxious when they have the ball. Oh, lucky. 入ったかと思った今、アルナトビッチのシュート。Position this time. なんでこんなボコボコなん？勝ちたいよ。Let's see about the delivery. Oh.スピード、スピードなんだよ、やってるよね、はっ、いけない、いける、はい、いやー、けさっきのね、これは。さっきのね、これは。ほぉ、ペレグリーニ、俺、いや、ちくしょう、あ、なんだ、は、え、は、え、は、は、ピーケ、ピーケ、ピーケ、絶対 PK ではないと思う、俺は。ピピさん、マジ決めてよ。これ決まんなかったら、ピピ、ピピさん。何をしたね、中井君に失礼だろ、ピピさんは。ほんで、卒業する、もう卒業するよ、もうこんな感じで失点してたら。
見れない。ペペは PK も外すし、味方誰も近寄ってきてくれないし、なんだこれ、めっちゃくちゃ滑ってくるし、コンピューターは。チャンスか。いいんじゃない。いいんじゃない。無難でいいよ、無難で。エイブラム。エイブラム。エイブラム。よし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 、エイブラハムさんにアシストできた。だからペペさん、だからペペさんはだから亮が取った PK 決めてくれればそれで OK だったんで、ペペさんとのやつは、思い出作りは。それでも何にもいらなかったよ、他に。これ完璧よ、エイブラハム最高。素晴らしい。後ろに目でもついてるのかなっていうシュート。で、亮が得点して OK。OK。もう、見据えてたね。プレミアリーグの方見てた、今も、亮は。ナイボ、エイブラム、ちょっとな、エイブラム、いけない？エイブラムさんならいけるんちゃう？戻すんだ。何をやってんの？何をやってんだ、ずっとローマの味方。チャンスよ。誰に出してんだ。終わりです。アーセナル行ってきます。疲れた今の試合。でこれ練習欠かさない男。うん。栄光をつかめ。始まりましたよ。プレミアリーグでの、量が。いいよ。能力上げてこいよ、アーセナルでも。FA カップからか。まあ、スタメンではないっぽいんでね、アルテタさん。よろしくお願いいたします。年齢は30歳になりましたね。背番号は 15? 誰がいるかちょっと見ますか。はい、ラムズデールさん、84。いいですね。レノさんも82。ティアニー85。大丈夫？あと6ヶ月で契約切れって言ってるけど。ヌーノ・タバレスさん、77。もっと伸びてもいい気がするけどね。ベンジャミン・ホワイトさん。はい。あれ、富安さん。あ、いる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 。誰？顔誰？メイトランド・ナイルズさん。はい。ジャカさん。トーマス・パーチさん、84。はい。エルネに76。結構補強もしてるね。スミスロ83、ロコンガ80、ゲンドゥージ84、ウーデゴール87、サカ85、ミヤイチ85。レフトウィングで、左サイドでこう、ライバルになるような人がいない？ラウル・ヒメレス？ゴンサロ・ゲデス？強くないアーセナル？31にしてもらおうかな、ユニフォーム。それとも今つけてる17番にしてもらう？やっぱ31やな。思い入れがある。31で申請。すぐ通りました、31番。で、エバートン。あ、エバートンとの試合終わったのか、これもう。ワトフォード。ブライトン。チェルシー。セインツ。8位。ちょっとまずいな。勝ち、ユナイテッド強っ。シティとの勝ち点差が7。まあ、まだまくれなくはないと思うんで、CL 圏内にマジ持っていきたい。進みましょうか。この試合やろうか。ワットフォードとの試合。ねえ。まあ、宮市はサブなんで、どうか。ああ、いいですね。いいですね。いいですね。ウェファ年間最優秀チーム、フォワード候補者。なんで量がいない？宮市として対戦。あ、でも勝ってる、勝ってる、勝ってる、勝ってる。トーマス・パーティーとウーデゴールが、試合、得点してます。で、宮市は左サイドハーフとして出場。富谷さんもスタメン出てる。はい。え、アーサナがどういうフォーメを使ってるのかっていうのをちょっと確認しておきたい。この世界で。スミスローと交代。あ、スミスローと被ってんのか。どういうフォーメなんだろう。ナイスレノー！量入ったおかげで負けたとか絶対やだからね。ナイス。やっぱこのユニが一番似合うんだよっていうのを全世界の人にちょっとパスきつ、パスきついって。
ゲンドゥージもウーデゴールもいるしね、いいメンバーですよ。トマスパーティもいるし、あラウル・ヒメレスは自分で行きます、自分で行っちゃいます。リョウ結構今左いたんですけど、ラウル・ヒメレスはこれ自分で行っちゃいます。デビューゴール飾りたいからな。見せました、おしゃれこれは衝撃走るだろ世界に、走りすぎるでしょこの衝撃は世界に。これなのよ、これファンへのねループがね対応甘くなったってエビプールさんが言ってました。アルテタさんちょっと似てないけど、アルテタさんよろしくお願いします。これは寮の時代マジで来るぞ。守備でも見せる、あっちょっと寮の目測が誤りました。届くと思いきや全く届きません。 4-2-3-1 かアーセナル、この感じやばくない？なんでー、なんでこんな急に、なんでー、なんで、不安だな守備が。ナイボウデゴール、ウデゴールくん、何、まあ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 、量は得点もしましたし OK でしょう。素晴らしかったんじゃないですか。 OK です、いいね、アーセナルのユニがいいね、やっぱ似合うよね。練習させてもろて、両宮市好スタートを切る、そりゃそうでしょう。それはあれ、ラウル・ヒメネスさんいなくなるの、え、いきなり、あ、じゃあローマ時代か、ローマの時のか、ローマの時のだ。でもスタメンいっちゃってんだから、評価、まあアーセナル8位なんでね、なんとか両がこっからもう破竹の勢いで両加入したことによってみたいなのをやっていきたいよね。でね、スミスローとね、やっぱポジションがねあれなんで、あれ、スミスローいなくなってない、スミスローバレンシアに行きました。あー